日本一ソフトウェアプレゼンツ。魔帝ボイドダークによる全魔界消滅の危機。この有史以来最大規模の魔界戦争が瞬く間に燃え広がり、そして一夜のうちに幕を閉じたという事実に後世の歴史家たちは頭を悩ませることになる。ある者には勝者なき戦争、ある者には英雄なき戦争と評されたこの戦いの真実は現在もなお謎に包まれている。我らロストの領地に攻め入るとは無謀な奴らだ。どこの魔界の連中かは知らんが、身の程を教えてやれ。全滅なんて許しませんわよ。イワシ一匹で20時間労働の契約でしょ。根性でなんとか、まさい根性で。こんな過酷な戦いにイワシ一匹じゃ割に合わないっす。そもそも俺たちだけであの魔帝ボイドダークを倒すなんて無理だったんすよ。自ら手を汚すのは主義に反しますけれど、かくなる上は我が魔王義マガンノ・バロールの力で。ちょっとそこのあなた、一体何をしていらっしゃるの？見ての通り、飯を食う。千年を生きたロードドラゴンの胸肉、その卵で作ったふんわり昇竜親子丼、うまいぞ。さてと、腹ごしらえは済んだ。こいつらを片付けるとするか。一個正体を全滅させるなんて。見つけましたわ、
私の王子様。第1話、復讐のプレリュード。ちょっとお待ちになって。もうキリア様ってば。一体どれほど歩いたとお思いになって。この不毛な活血魔界を1時間も歩きっぱなしですわよ。これでは足がコカトリスに石化されたおまぬけなゴルゴンのようにカチンコチンになってしまいますわ。セラフィエヌ様は一歩たりともご自分の足で歩いてないですけどね。おだまり。休みたければ好きなだけ休め。俺は行く。キリア様ったらひどい。こんな場所で私を一人ぼっちにする気ですの？お前が勝手についてきたんだ。違いますわ。キリア様が勝手に私をロストから助けてくださったのです。ならば最後まで責任を持つべきですわ。むちゃくちゃな理屈だな。付き合いきれん。うわっ、何を。ほら、この程度の攻撃もかわせない。キリア様も相当お疲れなんですわ。これ以上無理をすれば魔帝ボイドダークを倒すどころかもたれ死にますわよ。このゲートは私がプライベートで使っているミニ魔界につながっていますのよ。さあプリニーたち、キリア様をご案内なさい。おほほほほほほ。全ての男はこの絢爛魔界の魔王セラフィーヌの手のひらの上で踊る宿命にあるのですわ。ミニ魔界の居心地はいかがです、キリア様。お気に召しまして。